新年明けましておめでとうございます。2019年平成31年もどうぞよろしくお願いいたしますと言いたいところですが、もう2019年は8ヶ月も前に終わってしまいました。さて今回ですが、私が2019年の1月1日に搭乗した日航の臨時便3111便、初日の出初富士フライトにて利用することができたビジネスクラスの座席を皆さんに紹介します。通常日航のビジネスクラスは多分長距離便だともうほとんどがこのタイプなんじゃないですかね。 JAL スカイスイート1という大変快適な座席です。これはリクライニングを倒すとフルフラットになるというタイプで、また自分の区画がこのように囲われていて、寝っ転がっている時なども基本的に他の座席に座っている人と目が合わないようになっています。また自分の区画には直接入ることができ、他の人の前を通るということがありません。本当に快適でね、いくら乗っていてもこれであれば苦痛にならないなと感じるほど大変満足できる素晴らしい仕組みの座席です。窓側は特にいいですね。もう自分の部屋であるかのようにして使うことができちゃいます。ただ実はこのスカイスイートというタイプには他にもいくつか種類がありまして、スカイスイート2と3があります。で今回初日の出初富士フライトに使われていた座席はスカイスイート3があてがわれていました。これはそのスカイスイート3なんですけど、随分複雑な形、窓側、そして通路側に2席、そして窓側ということで1、2、1の座席配列になっています。やはり全ての座席が直接そのまま通路へ出ることができるようになっている、またフルフラット型に変化をするなど快適性に関してはあまり変わらないような気がしますが、それでも随分雰囲気がさっきまでのスカイスイート1とは異なっています。ぜひ一度乗ってみたいと思っていたこの座席、幸運にも比較的安い初日の出フライトで利用することができました。まずは2番の A 席に座りました。窓側の座席です。そして少しずつリクライニングを倒していって完全にベッドの状態まで持っていきます。ベッドの状態にすると多分ね、人がその上に2人ぐらいは座れるような、頑張れば座れるような、それぐらいのスペースになるのかなと思うんですが、今私は座席をベッドの通常の向きとは逆側にかけていましたが、窓に近づくためにはああいったところにあぐらをかいて座るとか、そういう使い方がいいですかね。普通にベッドに足を伸ばして座るとこんな感じ、ちょっと随分不思議な独特の光景ですよね。ともかく広く感じますけどね。足元はこのように穴がぽっかりと開いていて、その中に差し込むという形になっています。そのスペースも全て使えば大体の人が完全に寝転ぶことができるでしょう。よほど2メーター何十センチとかなければね、大丈夫だと思います。上から見るとこんな感じ、なんか宇宙船のコックピットに座っているかのような感覚を覚えます。それから今これはリクライニングの光景ですが、やはり背中とそれから座面のところが立体的に動いて、そして大きな背もたれになるという仕組みです。ちなみにシートベルトが随分分厚くなっていますが、この中にはエアバッグが入っています。万が一の時はこれが出てきてくれるんです。エコノミークラスよりも安全性ではこちらの方が分があるんじゃないですかね。エアバッグがありますから。座ってみてもやはりなんか不思議な、ちょっとね、書斎に座っているかのような感覚です。後方から初日の出を差し込んでいきます。ただこの窓の前よく見てみると、後ろの人の座席のところがすぐ手前まで張り出しています。結構このスカイスイート3という座席は、もちろん機能は様々豊富に揃っているんですけれども、どちらかというと狭い空間にいかにしてたくさんのビジネスクラスを用意して、そしてみんなに快適に過ごしてもらうかということを第一に考えたようです。だからこの荷物入れもね、また三角形になっていて、ちょっと不思議な感じ。上にライトがついていて大変気が利いていますが、狭いスペースをうまく活かし、ここに荷物が入れられるならと JAL が用意してくれたものです。またここもなるべくスペースを有効に活用できるよう、壁の面をくり抜いてそこに肘掛けを設けました。うまいこと調整されていますので、狭いなという感じは特にしません。機能は JAL スカイスイート1や多分2とかと一緒だと思いますけれど、これはランパーサポート、背中の部分の盛り上がりを調整できます。そしてテーブルですが、前の壁から取り出して、そして手前に引っ張るという仕組みです。テーブルは最初に開いた時は斜めの状態ですが、それを手前に引っ張ることで蝶番の部分が動き、体とは平行になります。うまく調整されています。 JAL も結構この斜めの角度調整するのとかね、いろいろなところで頑張ってこの座席を作ったんだなという感じがします。真上の方向を向くと三方囲まれている、こんな景色になるんですけども、相当のプライベート感があります。これはね、 JAL スカイスイートの1とかそれ以上かなと思いましたよ、寝ている時に関しては。それから今回はクラス J という扱いになっていたようで、国際線で使っているようなマットレスなどは特にありませんでしたが、ともかく寝てみれば十分に快適です。これ本当はシートベルトをね、こういう時でもしてなきゃいけなかったんだなと思ってるんですが、ともかく寝心地に関しては当たり前ですが、従来のビジネスクラスと特にこの時ね、変わらなかったなという印象です。
基本的に私はビジネスクラスに乗ってる時はずっと倒した状態でゴロゴロしておりますが、揺れてきてもですね、よっかかる場所などもありまして、結構この後ろの壁のところ良かったですよ。まあ少し硬いかもしれませんが、ずっと倒した状態にして後ろの少し丸みを帯びている壁に、まあ、こんなよっかかる、こういう使い方が一番気楽でいいかもしれません。さて、飛行機は富士山の近くを今飛んでいます。これから先、まあ、実は今回は通路側の座席も使うことができたので、今度は皆さんに通路側の席の様子をご覧に入れます。 JAL スカイスイート3の客室内はこのように遠方まで見通しが効きます。実は向こう側の窓さえ見渡すことができてしまいます。でも他のお客さんとはやっぱり顔が合いません。これうまいことね、工夫して角度も考えてんだろうなと思いました。座席にかけてみての一番の感想は、あ、すごい低いなということです。これはまた後ほど説明します。なぜあの座面がね、窓側と比べてすごく低くなっているのか。テーブルなどももちろん自分の座る高さに合わせて使いやすいように設置されています。スカイスイート3の場合、窓側1席、窓側1席、そして中央に2席の1列で4席並びということになっています。これで座席を倒しますと、だんだん前の方へ出てくるんですが、この前のところに足を差し込むというのは変わりません。ただベッドにするとすごいもっと低く感じるようになりましたね。床になんか布団を敷いてね、寝ているような、そういう感覚を覚えます。これなぜそういうことになるのかと言いますと、私のこの足を入れている場所の上の部分にちょっとまた別の出っ張りがありますが、これはお隣の座席の方がリクライニングを全部倒した時にそこに足を入れる、そういうスペースになっているのです。要するにお隣の方と足元の部分だけは共有していて、上下で足が交差するような仕組みになっているということです。スカイスイート1やスカイスイート2ではこのような横幅を短縮するための上下の足の交差ということはありません。ただそれだけ、つまり横に幅を取るタイプの座席、その代わりに縦にたくさんの数を並べるということになっていますので、まあ、おそらくなんですが他のビジネスのタイプと比べても窓側の席が多くなるんじゃないですかね。この点は大きなメリットかと思います。だから今回の初日の出フライトにも選ばれたはずです。この画像を見てください。ちょうどお隣の座席の方と私の座席とがそれぞれ90度に近い角度で足元を交差させているということがわかります。おそらくお隣の座席の方、まあこれ座ってませんけれど、こっちはねすごい座面が高く感じるんじゃないのかなと思います。リクライニングを全部倒せばベッドのような感覚を味わえるかもしれません。もう一度客室の前景をご覧いただきます。このようなタイプの座席の配置をヘリボーンと呼んでいます。ヘリコプターと関係のある言葉だそうです。今度新しく開業するという JAL と関係が深いジップエアという新しい LCC では国際線にビジネスクラスの設定があり、そこではやはりこれと同じようなヘリボーンシートが設けられるということです。ただ足元の交差はないそうです。この中央席ですが、なるべく幅を広くするために肘掛けを下に下ろすことができまして、ベッドと同じ高さにして広いベッドとして使ったり、また出入りしやすいように一番下まで下ろすことなどもできるようになっています。また中央のシートベルト、これ安定感があって良かったですね。結構安心になると思いますよ。3点支持式というのかな、斜めと横と2箇所にあるシートベルトです。がっちりと押さえてもらっているという感じがします。ただ、まあ、残念なのはこの中央席に座ってしまうと角度の関係上なかなか窓の外を見ることは難しくなるということですね。まあ、もっとも他のスカイスイートに座っても通路側とかからでは窓の外を見ることは相当難しいとは思いますけれど、もうそろそろ着陸してしまうというので座席は完全に元に戻しておきました。航空会社のビジネスクラスは年々良くなっていく一方です。小野田さんがこの間紹介されてましたが、全日空では最近ザ・ルームという扉が閉まる最新型のビジネスクラスまで開発してしまったそうです。 JAL のビジネスクラスはこのスカイスイート3が一番新しいところになっていますが、まあ、どちらの会社のビジネスクラスを見てもスペースをどのようにうまく活用するか、そこにかなり知恵を絞っているということがわかります。見ていても知恵の輪のようで面白いものです。皆様、ただいま成田国際空港に着陸いたしました。シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。後ほど上の棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。業務連絡です。客室乗務員はドアモードをマニュアルで変更し、相互確認を行ってください。今回のフライトは2時間程度で終わってしまうものでしたから、やはり今回のビジネスクラスの一番のありがたみを感じるということはまだできていないのかと思います。新型コロナウイルスで一体いつになったら国際線に乗ることになるやら全くわからない状況ですが、
最近エコノミークラスとかに凝り出したんですけど、やっぱりでもこの映像を見てるとビジネスでどっか快適な海外旅行でも行くか、そんな気分になっちゃいますね。最後に操縦士さんたちがこちらへ手を振ってくださいました。それでは今回の紹介はこれで終わりです。どうもありがとうございました。